さあ突然ですが皆さん、新潟のいい品といえば、お酒とかお米とかやっぱり海鮮とかですか？その通り、お餅ですよね。完璧スルーされたんですけど。というわけで今回は新潟のいい品、お餅をご紹介します。なんかしかもこっち全然見てくれません、色川さん。どうぞ。あー、焼けということでご用意しました。やった、あんこ餅ときなこ餅です。美味しそうでしょ。美味しそうですね。ちょっと早かったですね、私わーが、うん、いやそんなことない。大丈夫、はい、大丈夫ですか。ごめんなさい、初共演なものでちょっとまだね、ほんとごめんなさい、息がこれからね徐々に合わせていきましょうね。はいはい、はいはい、まあ早速食べましょう。そうしましょう。じゃあ食べます。はい、はい、どうぞ。綺麗なお餅、なんか弾力が持っただけですごい、うん、はい、おいしそう。いただきます。伸びるかな。ちょっと鼻息鼻息で、ごめんなさい。うん、弾力がね、弾力がすごいと思ったより伸びなくて、うん、鼻息で終わる。ごめん、そんなにまた本当にごめんなさい。いや、でもすごい可愛かった。あ、でもすっごく美味しいです。甘みも強いですし、このきな粉が香り高いのもあるんですけど、なんかどっちもの甘みが合わさってすごく美味しいです。弾力もあるし、もちもちしてます。もちだけにもちもちしてますね。当たり前、もちだからね。じゃあ私、あんこもちいただきます、ね、お願いします。あ、ほんとすごい粘りが、パン粉乗せて。あ、でも美味しそう。じゃあ、いただきます。うん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 。すごいね。うん。すごい弾力があって、うん、噛み応えがあるんですよね。うんうんうん、だけど、すごく柔らかくて、また、やっぱりこのあんことの相性抜群ですよ。美味しい。で、お米の味がしっかりしてるから、広川さんがお餅がすごく好きだってことが伝わってきました。すっごく幸せそうな顔で食べて、ほんと好き。あんこも好きだし、うん、お餅最高。いや、美味しいね。美味しいです。ほんと普段はもう私、砂糖醤油1本で、砂糖醤油だってもう自分の好きな配合で砂糖多めとか醤油多めとかできるじゃないですか。もね、砂糖醤油結構やってるね。たまに私もそれやりますけど、砂糖醤油、うん、でも結構松尾家だと、うん、あのお餅にくるみをのせます。え、あの普通のくるみを、くるみをあのすりつぶしてお水と塩を入れて、うん、それでなんかペースト状にしたものをのけるんですよ。それも美味しいんですよ。美味しそう。食べてもらいたい。え、食べてみたい。今日は用意してもらってるので、はい、これから作ります。やった、松尾家直伝。広川さんは、うん、何を予想したんでしょうね。ごめんなさい。見切り発車。泉さん。はい、完成しました。広川さんに食べてもらいます。やった名付けてくるみペースト餅。そのまんま。早速いただいてもいいですか。食べてみてください。あ、結構しっかりしたペーストで。そうです、うん、もうちょっとトロトロでもよかったかなとは思うんですけど。いただきます。ちょっと今回はしっかりめにしました。伸びた、うん、香ばしさが効いてて、うん、美味しい。この食感もまたいいね、うん、そうなんですよ、うん、お墨付きもらいました。これやった、私やります家で。え、本当やってください、うんうんうん、ちょっと満足。いや、松尾家直伝、これは皆さんぜひやってほしい。そう言ってもらえるとすごく嬉しいです、ね、すごい美味しい、うんうん、ぜひやってください、うん、ごちそうさまでした。よかったです。
そして皆さん、これだけでは終わりませんよ。私がネットで見つけたお餅レシピマイベスト2をご紹介します。マイベスト2ですか。マイベスト2。いや、なんか初めて聞いた文言なんですけど、しかも2も気になります。3じゃないんですね。2、しかも見つけただけなので、まだ食べてないので味は分かりません。第2位はチーズ香る至高の餅、もち with チーズバターフューチャリング醤油です。それ本当にネットにその名前載ってたんですか。ネットではちょっと違う名前だったんですけど。醤油の香りもどっちもするし、これはたまらない。嗅いでるだけで幸せです、ね、じゃあいただきましょうか。食べましょう。いただきます。熱いね。これちょっとこう添えるぐらい。そうそうそう、持てなかったですね。熱々、うん、ではいただきます。お餅は洋風に変わった。チーズとバターがすごい出てるよね。すごく濃厚です、うん、でチーズもとろっとしてるし、このまた醤油がね、いいアクセントになって、本当にすごい美味しい。これみんな大好きな味だと思う。なんかこれいい。でもこれまだ2だから、マイベスト。そうだよ、1がありますから。1もある。これは期待しててくださいよ。さあ、栄えある私がネットで見つけたマイお餅レシピ、間違った、お餅マイレシピ、違え、お餅レシピマイベストワンは、でけ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 でん。レンジで簡単切り餅いちご大福。すごく見てたけど、はい、レンジで簡単切り餅いちご大福できました。やったー。でもやっぱりなんか作りたてだから温かい。いただきましょう。いただきます。いただきます。うん、ごまごま、おいしい。いちごみずみずしい。あと程よく酸味があるから、うん、あんこの甘みとちょうどいい。ね、出来たてだからちょっとほんのりあったかくて、あったかいし、もちもちしてます。そうで、すっごく伸びる、うんうんうん、これはやっぱり手作りならでは。確かに。でこのいちごのフレッシュさと、あんこの甘みと、そしてこのお餅のもちもち感、最高です。おいしい。お餅で家でいちご大福ができるなんて、これはもう文句なしの第1位でよろしいでしょうか。はい、マイベストワンですね。はい、マイベストワンです。いや、餅って奥が深いね。本当ですね、いろんな食べ方ありましたもんね。本当に、だって普通にあんこ餅、きなこ餅、磯辺焼きとかだけじゃなくて、松尾家直伝のレシピもありましたし、今ちょっと噛んじゃった。くるみペースト餅。くるみペースト餅美味しかった。いや、もう絶対やってください、お家で。本当に帰ってすぐやります、ぜひお願いします。あれ美味しかったし、あと何でしたっけ、あのベスト、マイベスト2の。マイベスト2は餅 with チーズバターフューチャリング醤油。あれも本当美味しかった、あれもちょっと食事系な感じで食べられるし、餅の可能性が広がりましたね。お餅っていいですね、やっぱり。なんでぜひぜひ皆さんもお餅食べてみてください。OK です。
ありがとうございました。もう本当美味しかったよ、松岡式で。よかったね。